どうもピーチスと申します。ようこそアンダーテイルというゲームへ。こちら本日も実況していきますが、前回はサンズさんとパピルスさんっていう骸骨二兄弟みたいのがパズルを仕掛けてきたんですよ。いっぱいで、その途中に犬にも襲われてとしっちゃかめっちゃかだったんですが、今回はどうなんでしょうかね。はい、あの犬芸術家のつもりらしいけどアイデアが浮かばないみたい。お、脳みそが豆粒くらいしかないんだから無理もないわよね。辛辣だな。いきなりもう最初のセリフがこれって、もうちょっと幸先悪いですよ。私ちょっと前回の動画を見てない方のためにこの子に話しかけてみましょうか。犬はぼんやりと雪を見つめている。彫刻が出来上がるのを待っているようだ。What?、まあ、いつ出来上がるのかね足りない脳みそって言われちゃったけど、やだ、これあれなんですよ、これ雪じゃないわ、氷の床なんですよ。これちょっとでも進むとその方向にまっすぐ進んでっちゃうんですよね。ちょっとこれ後回しにしてもいいですか。あすごい、銅像じゃ、雪像がある。パピルスの雪像だ。お、これパピルスで、サンズ雑だな。おい、サンズ雑だな。雪の塊だ。赤いマーカーでサンズと書いてある。これどっちがどっち作ったんだろう。え、でもお互いを作り合ったんじゃない?これだからさ、このサンズって書いてあるのがパピルスさんが作って、このすごい パピルスさんの雪像はサンズさんが作ったんじゃない?この感じね、えきっとそうだと思いますよ。さあ、これはこの×のね、途中にある×のところを丸に変えてボタンを押すと先に進めるっていうゲームだと思います。これ難しくなってないか。 OK、 分かった分かった。こう言って OKOK。ちょっとこれ最初に頭を使って考えたんですけどもね。はいはいはい、亡き頭を削ってオッケーオッケーオッケーよ、オッケーオッケーしか言ってない。バン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 っていう感じでね、先に進んでいきましょう。え、ここも氷だ、勝手に進む。え、ちょっと待って、ちょっと頭に今小鳥のなんか雪像が、犬だよ。またなんかいろいろなものが頭に乗るんじゃない、これ。ほら、面白いね、次は何でしょうか。あ、もう全然趣向を凝らさなくなった。鳥、犬、なんかバナナみたいな、まあ、バナナしか乗りませんね。こっちも分かれ道か。一旦下に行きましょうか。あ、サンズさん、よう、Hello。 やばいのいるよ、こん中。やばいのいるじゃん、もう。え、ひょっとしておいらのこと、いや二人いない。ちょっと待って、二人いない。なんだよこれ、強そう。口の形がギフトロッドが向かってきた。一応分析してみましょうか。一応アタック16、ディフェンス8、強いな。若者たちのいたずらで飾り付けられている。あ、周りにある靴下とかはこれ若者たちのいたずらなんだ。飾りを外しておくれ。飾りをは、何、ギフトロッドは飾りを取ろうとしたが無駄だった。私たちが外してあげないといけないわけですね。飾りつけるっていうのがあるけど、やっちゃう。逆にいじめてみる。はい、地面に落ちていたぬいぐるみ用のプラスチックのギョロ目をギフトロッドにつけた。おお、すごい目になってる。そう、姫、変な目玉をつけおって。おごめんなさい、許してちょんまげ。ギフトロッドは前が見えずにつまずいた。ごめん、なんだろう。飾りを取ると多分解決しちゃうと思うんで、プレゼントしてみましょうか。ギフトロッドはギフトの受け取りを拒んだ。どうせ罠じゃろうが。あ、一回飾りつけちゃったから、ごめんなさい。そう、一回取ってあげよう。うん、取ろう。うん、ぬいぐるみ用のプラスチックのギョロ目を外した。ふん、信用ならん。まだ外してあげないと疑わしそうにこちらを見てるということで、まだ外してあげましょうね。え、犬無印レーズンの箱を外した。これ犬たちがつけたんですよ、きっと。少し楽になったの。お、これはシャッフルじゃねえじゃん。死ぬじゃん、このまんま。苛立ちが少し収まった。ちょ、プレゼント頼むわ。何も思いつかなかったので35ゴールドあげた。あげんのかよ、こっちが。なんと悪いの。え、これであげられ、あ、
ッケーオッケー、ワイドだわ。ちょ、まあ、サンズさん二人いない？ほら、おかしいですよねこれ。ちょっと回復しに行っていいですか？はい、回復してきました。サンズさん二人いるよねここ。どっちかがパピルスさんの変装とか。また出てきた、またお前かよ。もう限界まで飾り取ってあげよう。わしの杖と落書きされたキャンディーステッキを外した。飾りを取る。モールでできた有刺鉄線を外した。飾りを取る。お、幼い頃のお笑い帳が親鳥と並んで写っている家族写真を外した。もうそれ犯人お笑い帳だわ。頭が随分軽くなった。やった。あ、これで、あ、賄賂あげなくてもちゃんとに全部外してあげれば逃げられるんだ。逃がせるんだ。さあ、ここに洞窟ありますよ。え、ちょっと待って、進んじゃうわ。もう一個道がありましたよね多分。今のその大妖精の感じ進んじゃうと思うんで、ブーブーみたいなのはね。こっち行きましょう。これ何、これは雪もふだ。雪もふ、そしてこれは雪もふだ。雪もふ、なんすかそれ。一方これは雪もふだ。全部雪もふじゃない、返事がない。ただの雪もふのようだ。おお、雪もふだ。え、これは本当に雪もふだろうか。本当に雪もふだろ。はい、リオ雪もふだ。雪もふばっかだな。おお、おや、中から30ゴールド出てきた。これは何だろう。え、今稼いだの。今稼いだ。あれ、ちょっ、え、犬だ。ワン、うーそー、もういい、何、グレータードッグ、ガタイ、雪もふに隠れてたんじゃないのこれ。ちょ分析しましょう。分析、グレータードッグ、あ、でもそんなに強くないですね。アタック15、ディフェンス8。興奮しすぎて戦いと遊びの区別がつかない。遊んでるつもりでも戦いになってるってことね。遊んでるつもりなんです。あ、ちょ、嘘、もうそんな急に色が変わるなんて。ご主人様の命令を待ってる。やめろ。何すればいい。呼ぶ。グレータードッグを呼んだ。おいで。グレータードッグが飛びついてきた。顔によだれが跳ねた。何、あ、寝てる。起きるだろう。お、グレータードッグは愛情を求めている。なんだろう。じゃあ逆にここで突き放して無視。グレータドッグはほんのちょっと近づいてきた。止まる。オッケー。オッケーオッケーオッケー。可愛がってもらいたいだけだ。え、なんだろう。じゃあ遊ぼうかね。グレータドッグは興奮していない。遊びたくないようだ。何、ここで逃げて、こ、止まる。オッケー。どうしよう。でもなんか BGM が違うってことはボスなんですよねきっと。もう一回無視しようか。なでなでする。なでなで。撫でられると膝の上で丸くなった。すっかり安心して眠ってしまった。起きた。テンションがめちゃくちゃ高い。遊ぶんだ。遊ぼう。オッケー。前足で地面をトントンしてる。よし、遊ぼうぜ。雪玉を作って投げてやった。取ってこーい。雪玉は地面に当たって砕け散った。辺りの雪をかき集めこちらへ差し出した。いいやつ、かわいいな。めちゃめちゃガタイやばいけどね。犬はクタクタになった。お腹の上に頭を乗せてきた。お、寝てる。かわいい。本物のグレータードッグなんじゃない、このマップのやつは。スキンシップを求めている。なでなで。犬をなでた。犬は全体重をかけてのしかかってきた。やばいじゃん、動きにくい。しかしまだまだ慣れ足りない。まだ行く。いつか起きるだろう。慣れ慣れゲージは現在 40%。 撫でよう。とどめの人撫でを決めた。慣れ慣れゲージが 100% に達した。いきなり 60% 増えましたよ皆さん。やりました。犬は前足を宙に投げ出し覆いかぶさってきた。やるか。おし、なんだ、意外と優しい敵ですね。やっぱり満足した。あ、もう逃がせるみたいですが、ちょ、無視してみる。無視。おお、すごい近づいてくるじゃん。はい、待って、これまだ無視という選択肢が残されてますよ。無視。おお、
あ、いなくなっちゃった。危ねえ。もう一丁、もう一丁。むし。こちらをつまらんやつと判断した。それでオッケーなの？すいません皆さん、今逃がすことできたんですけれども、ちょ、無視し続けるというひどくねえか。慣れたてゲージ 100% までいったんだぞ。無視した結果ですよ。でもワン、これグレータードッグのやつなのかな。中は意外と広いのかもしれない。あ、やっぱりこれグレータードッグのやつですね。こっちに進めるようになった。あれ、これどっちだ、これどっちだ、これ。おお、また犬だ。ちょ、グレータードッグがちょっとボスっぽかったんで、 BGM も違ったんで、ちょっと右の方がストーリー感ありますよね、やっぱり。こ、サンズがいなくなってる。こっちに進め、これもでもちょっと怖いですよ、これ。洞窟。あー、またお前かよ。はーい、もうこいつ強い。もうなんか、トナカイみたいの強いわ。すいません。じゃ、モンスター飴使っちゃいますね。ちょっと回復させてください。はい、アイテムで。こっちは何なんだ？なんか、すごいキラキラしたものが。お？え、これもやばそうじゃん、なんか。え？なにこれ？これ全部消すとなんかあるとか。ちょっとまだ飽きませんね、これは。はい。ヒントみたいなものもなかったと思うんで、まずはこの先に進んでみましょうか。橋ですね。ずいぶんと長い吊り橋だな。落とされるんじゃないか。お、パビルスさん。いいか、人間。最後のゲームだ。こいつはこれまでで一番危険だぞ。見ろ、恐怖の死刑執行マシーン。死刑執行。強制的に死にますよ。うわうわうわ、犬がやばそう。俺が、やれと一言合図すれば、たちまち動き出すのだ。うわうわうわ、大砲が発射され、槍が突き刺し、ナイフが切り刻む。すべての凶器が容赦なく、攻撃を始めるぞ。あの犬は何すんだよ。あの犬は、凶器なのか。この仕掛けを、生きて突破することはまず不可能。今回は殺しにかかってますよ。覚悟はいいか。いいなら行くぞ。良いな。い、せーの。本当にやっちゃうからな。本当にやっちゃう。来るか。動かないぜ。故障かな。失敬な。今合図するところだ。来るか、来るか、来るか、来る。まだ全然動いてるように見えないぜ。いや、やはりこのゲームはなんというか、そのあっという間に決着がつきすぎる。そうとも、こんな装置は全然ダメだ。俺様は誇り高きスケルトン。俺様のパズルは全部フェアプレイ。例の罠もじっくり煮込んで美味しく仕上げたし。だがこの装置は安直すぎる。品がない。えい、やめやめい。いいやつだわ。そういう、なんか、こう、グロテスクなことはやりたくないんだよ、やっぱり。なんだ？何を見ている？またしても偉大なる、パピルス様の大勝利だ！にゃは？は？お。よかった。これ結構ね、すごい見た目の場所ですから、なんかあると思いましたが、そのためだけに使うとは。ははははアイス、今度は何するつもりかな。オイラにはさっぱりだ。サンズさんにも想像のつかないことがこの先待ってるわけですか。一つ言えるのは、青い攻撃のこと思い出せってことだな。ついに直接対決ですか、パピルスさんと。特別攻撃だっけ。え、何ここ。音楽が急に明るい感じになりましたが、 Welcome to Snowfall Snowfall。ようこそスノーフルの町へ。町に来ましたよ。この世界にも町があるんだ、ちゃんとに。そうだそうだ、案内板がありましたね。ずっと西の方にショップもあるし、セーブができますね。明るい雰囲気の町を目の当たりにして決意がみなぎった。オッケー。まあまあまあ、今回はまだ続けていきましょうか。
異次元ボックスを使う？まあ使う必要はないと思いますかね。お、ショップってこんな感じなんだ。いらっしゃい、何か探し物かい？買う？おお、勇ましいバンダナとか、ちょっと買っていきましょうか。腹筋がすごい。バンダナで腹筋がすごいってどういうこと？まあ、防御力が4上がるんで、ちょっと買いましょうかね、これは。大事大事。バビコ、美味しい。シナモンキーということで、まあ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 、回復アイテムはいいでしょうね。話してみましょう。お、こんないっぱい話せんの？ちょっと今回はショップで終わっちゃいそうですが、挨拶しよう。スノーフレへようこそ。この町によそから人が来るなんて、ずいぶん久しぶりだね。あんたどっから来たの？都かい？都があるんだ別に。ここはあくまで田舎町みたいな感じなのか？観光客って雰囲気じゃないけど、連れはいないのかい？まあサンズさんとパピルスさんは連れでいいのかなあれ。まあまあまあ、でも人間ってわかんないっすか私のこと。まあまあ挨拶は終わったと。もう一回やると いいことある？同じですね。おすすめスポット聞いていきましょう。スノーフルのおすすめスポット。はい。お腹が空いてんならグリルビーズ、調べ物なら図書館、あ、レストランも図書館もあるんだ。グリルビーズって多分レストランっぽいですよね。なんかくたびれてんなら宿屋で一休みするといいよ。くたびれる？え、セーブポイントで回復するんじゃないんですか今回。この店のすぐ隣さ、私の姉さんがやってんだ。あ、ご姉妹でやられていると。オッケーオッケー。退屈なら表に出て骸骨コンビの漫才でも見物するんだね。骸骨コンビってサンズさんとパピルスさんでしょきっと。あの二人多分兄弟だと思うけど、ある日突然現れて偉そうにし始めてさ。もともと住んでたわけではない、引っ越してきたんだねきっと。ま、おかげで暇つぶしには困らなくなったけどね。じゃあこの町の歴史について聞いてみましょうか。歴史の授業で習わなかったか？いや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 、スノーフルなんて聞いたことないですよ。昔々モンスターたちは森の遺跡に住んでいましたってさ。でまあいろいろあってみんなで遺跡を出て洞窟の出口の方を目指したのさ。遺跡っていうのはトリエルさんが管理してた遺跡ですよね、今までいたところだ。その途中で獣系の連中はこの辺りの気候が気に入ってね、そのまま住み着いたってわけさ。獣系の方々がここに住んでいると。うんうん、他のもいるんだね。そうそう、遺跡に行ってみようなんて考えても無駄だよ。扉はずっと昔に閉じたっきりさ。お化けになるか地面に穴でも掘らない限り中には入れないからね。お化けっていうのはナプスタブルークで、穴でも掘るっていうのはあれかな、なんかベジトイドかな。地下での生活聞いてみましょう、どんな感じなのかね。これといって特に変わったことはないね。ちょっと狭苦しいのは確かだけどさ、でもみんな心の奥で信じてんのさ。いつかきっと自由になれる日が来るってね。やっぱ地上には出たいわけか。そうやって希望を持ってる限りしんどくたって耐えていけるってもんさ。人生ってそういうもんだろ。まあまあ、ちょっと男気のある女性なんでしょうけれども、男気のある店員さんですね。まあ出ましょうか、またよろしくね。ということで、まあ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 宿屋に行ってみましょうか。はい。お、宿屋はこんな感じ。これは眠るとね、最大 HP より多く回復するんだって。どういうこと、どういうこと。なんかカンストするってことかな。最大 HP ってなに？いや私も知りませんねそれは。うん、いらっしゃいませ、高級ホテルスノーテルへようこそ。一晩は高えなおい、高えなおい。え、金にいつ？そう、気が変わったらまたいつでもいらしてくださいね。ちょっとお部屋だけ見させてくれます？ Nope. Nope. 入れてくれねえのか。さようなら。まあ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 、街を見て終わりにしましょうか。街の端っこまで歩くのが面倒な方へ、トンネルをお試しください。最短距離で移動できます。おおーっと、街が長い、長いな。これは次回になりそうだぜ。おいてめえら、チャンネル登録を忘れんなよ。ほう。